江戸山口の大江戸日記。これはもう本当そのまんまだから。いいですか、じゃあ行きますよ。はい、こっから行く。はい、元冬樹といい加減ライブ、今日はですね、なんとうちの兄貴と対談ということで、ただ対談って言ったって俺はうちの兄貴の今家に来てるんですけどね、今日はよろしくお願いします。仕様があってちょっとね顔を出してくれたんだけど、大体この上後ろが明るいんで、いつもここが暗くなった夜撮るようにしてるんですけど、この時間雰囲気今ね昼の2時半頃なんだけど、せっかく来たんだからやろうかって話になった。そうで、照明がここにつけてくれたんだけど、俺の頭に映ってるっていう照明。ちょっと、のぞみさんね、これ雰囲気のこの携帯と重ねて上に置いてほしいんだよ。目線がこっち行ったら、あ、なるほど、なるほど、ちょっと意外とうるさいんですよ、うちの味。そう、はい、これどっちの動画にも流れる。そう、だから俺ね、ほら、うちの兄貴がね、YouTube やってるから、あまりに暇で始めたんだけど、いつから始めてんだっけ。去年の12月にもうかみさんがラジオよりもいいんだけど、YouTube やったら好きな時間に見られるし、全世界だからって話でやらないってこと言われて、で12月にやって編集をかみさんもしたことないんで、でうちの下の娘の鈴木に聞いてアプリを取ったらほんで、もう、まあ、今うまくなったけど、最初はかみさんも失格だった。内容がね、やっぱうちなきゃ何年何月何日何があったっていう、あれがね普通考えない。俺ね、うちのね、兄貴も俺 YouTube 見てんだけど、一番楽しんでるのはね、俺だよ。いや、俺なんでかって言うとさ、一緒にバンドやってた時のことをずっと言ってたじゃない。とかさ、そうだったの、うちの兄貴がトラックで運んでたのとか、俺が一番びっくりして。だから、かみさんが下の娘と家に行ったじゃん。その時に、その俺と冬樹と雄三ってやつとバンド、全然覚えてないって話。いや、細かいこと覚えてないんだよ。だから、だからこうなったんだ。無限に行った時は、俺が、ね、一番びっくりして、あれ見て。パブスキャットから小雨降る中、無限まで台車で楽器運んだの覚えてないでしょ。覚えてないんだよな、そういうのを。いや、だからあれを見ると、いや、うちの兄貴そんなに苦労してたのって、俺結構びっくりしたの、本当に。何も考えてなかったんだよね。やっぱ万末の立場って万末になってみないと分かんないねっていうのは、本当に俺ね、それだと万末で一回やったことあるけど、本当苦労するんだよね。だからあれ聞いた時にそうだったんだって。まあでもね、オーディションも返してね。そう、冬木というのはまだアマチュアが上がったばっかりじゃない、俺はほらずっとやってたから、で俺は自分のバンド組める喜びで嬉しさで、よし、このバンドでリズムバンドでなりたいと思ったから、全然苦労、ね、苦労と思わなかった。そんな思い込みもあの YouTube を見て初めて分かったわけだよ。じゃあ無限に行こう。そんなに思い込んでたのって。ヒロちゃんとしては軽かったの。俺はびっくりしちゃった。俺はただやりたかっただけだから。そうか、でついていっただけだから。だから見てる方は分かんない人もいると思うんで、それは嫌いけど YouTube をこうひっくり返してみたら分かると思うんですけどね。ブルーエンジェルというのは、僕もともとは浪人して大学の、そう俺と雄三が浪人してた。で俺は横浜からベース勉強して帰ってきて、じゃあバンド組んだんですけど、その一悶着があったのはバンドの名前で揉めたんだね。そう雄三は高校時代作ってた玉川学園とのバンドがブルーエンジェル そうでブルーコメツのコピーバンドだった、でブルーエンジェルにしましょうって冗談じゃないと、女のコーラスバンドみたいな名前できねえよって。でも雄三がそれでだったらやりたくないってしょうがないから。いや俺もね、あんまりブルーエンジェル好きじゃなかったけど、まあバンドやりたかったから俺は、何でもいいと思ってたんだって。で冬樹と雄三と入れて、昭和45年1970年の9月なんでそういうの出てくるんだか。俺ねいつも思うんだよ。俺聞いてる人は分かりやすいよね、昭和45年、1970年の10月からタートルクラブに入るわけ。そう六本木のインターネットのね、それオーディション行ったのよ。そう覚えてる。それで冬樹と雄三はまだ芸能界初めてだから、俺がいいか、芸能界は夜でもおはようございましたからな。そうそっから分かったな。終わった時はお疲れ様でした、さよならなんて言っちゃダメだよって言って、して俺の言う通り行けばいいんだからって、慣れたタートルクラブ一つ返したから、慣れた。俺ね、そういう時タートルクラブで覚えてるのはね、外人のバニーガールしか覚えてないんだよね。すごい。俺外人のバニーガールだって生まれて初めて見たわけよ。いたでしょ、2人ぐらい。あとね、オーディションを受けに来て、いろんなバンドが来てて、ソウルフルブラッツっていう、ほらだから太鼓が金ちゃん、なんだっけ、ああそうアリスの、
あの時の衝撃違うんだよ、彼らがレギュラーに入ってた。あ、そうなの。あれそれで俺たちが見に行ってパッと見てブラスも入ってるしソウルバンドのこんなこんなうめえバンドだったらドラムがしたら雰囲気が兄貴16叩いてるよ。そうあの時さ、バスラスは俺らやったらドン、タとドンだったの。そうそうそう。ところがその銀ちゃんはドッツタタッツタッツッ、ひえー、こんな叩き方があるぞっていう衝撃的だったのよ。それでその後俺たち4人じゃん、うん、でチェンジバンドのピアノトリガーやってたわけよ。そう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 。それでファスチネーションとかなんかワルツをやる意地悪されちゃうんだよ。で雰囲気は弾けないもん。あれチェンジ曲同じ曲でチェンジしなきゃいけないのよ、はいはい、でギター1本でファスチネーションはないだろうと思ったのよね。だからしょうがないからタタタタティラリラリって入ってくると俺口で口で言ってやる。雄三がねあれにはびっくりしちゃう。いやね、そういう経験はいいよね。そっから経験できたことが逆に今思うと多分ね、あれつなぎなんだ俺たち4人だから、うん、だからもう次探さなきゃいけないって言うんでもう探したわけ入った瞬間。そうか。そんでよあの渋谷の桜ヶ丘、うん、坂の上上がったとこあの今のなんだあのセリア東急あるところ東急セリアンタワーとセリアンタワーの手前のところをちょっと上がった坂の上に雄三の友達が、うん、店長なんかやってるライブハウスだった、うん、地下 で、うん、で佐藤蛾次郎さんがよく遊びに来た、うん、ね、なんていうところだっけ名前覚えてない覚えてないんでそこでやってた曲がマベビーベビーバラバラキャデラックとか一生懸命やってレパートリー増やしてた客来ねえからでここで客来ちゃうと大変じゃない。暇な時は練習できるじゃん。俺そこに入ってそこで雄三の高校時代の玉川学園にいたギターとベースギターの兄ちゃんの それで、そこにいた女の子と俺付き合わなかったっけチコちゃんと。それは覚えてない。雄三と二人で確かそんなような気がするんだよな。結構長い間付き合ってたんだよな。だってそう生活にまでは俺たち確かにそうだね。その後行ったのが花園神社の近くで。そうだそう。あのホストクラブみたいな。いや違う違う。あの夜になるとしてるしてるしてる。オーランド城がいっぱい。そうそう。そこで雄三と雰囲気で。すごい思い出だね。雰囲気が髪の毛をアフロにした。ただね、俺一つ言いたいのはね、YouTube でさ、元雰囲気はね、あのもなんだっけ、元グッチじゃないからねあれ。武藤だから元にしたのよ。だから俺ね、デラで六本木の地下で。あのスペシャル結成した時に見に行ったら雄三、うん、が「こいつね元ミュージックファンの雰囲気です」って言ってたのね、うん、で「俺元グッチ雄三です」って要するに1期の BG4 があって2期でこだから2人それで惑わされたんだ。そう元ね元グッチこいつは元 BG4 の雰囲気って第1期の時はあのスリム雰囲気だったからね。そうそう、そうなんだよ。その前は東雰囲気。それはローズマリーとか東東雰囲気って書くとなんか中国の方みたいで気持ち悪くてその後スリム雰囲気ってすりむけてるみたいで嫌でで俺自分で元雰囲気って作ったのよ。だけどあの頃の BG4 の YouTube で動画見ると全然まだ毛あるよな。そうなんだよ。でもでもあの頃からハゲって言われてんだよね。あれ今どうなんだよっていうすごいじゃない。今俺は聞きたかったのはほらコロナになっちゃったじゃん、うん、で兄貴どうしてんのか、まあ、YouTube やってよかったなと思うけど、まあ、たまたまコロナの前から偶然この前ライブやったんだよね。でも、なんか2月1月2月やっていつものライブを銀座のタクトで、うん、だから3456789と7ヶ月やんなかった。すごい、ね、10月の21日にやんなかったってできなかったわけだもんね。できないできない。でもワールドマンズの島ちゃんはこれやってんだよね。偉いね。でも島さんは今11月なんだけど、あの柴田さんってベース弾いてたし、そうそうそう、うん、ココナッツってバンド作ってやってらっしゃるんだけども、うん、24日なの俺今度ね、うん、柴田さん12日だったっけ、何日か前でね、うん、あの電話かかってきて、うん、弟話したらやめたと。今回はなんで300人超えたら東京でやめようと思ってた。なるほど。俺ねこの前あの友達の舞台見に行った時に、うん、まあライブもこの前やったんだけど、うん、見に行く方が怖いなって思ったんだよ、ね、だから、ね、マスク2枚重ねて行ったんだけど、うん、結局客席を半分にしててもある意味遠くから見たら密じゃないですか。だから見に来てくれるのは本当に見に来てくれる見たくて来るから、うん、お客さんありがたいんだよね今のお客さんって我々からしたら。で我々はねやりたいし一応気をつけてながらできるからいいけど、いや先月やったタクトも7ヶ月ぶりの80名、うん、タクトって結構密集する地下だからね、うん、で80名入るんだけど、うん、そ40でやろうってことになったわけ、うん、ところがねお客さんがね待ってた時で断るの大変だった。うわで結局ね、あの店長と話し合った結論って20名でやってもかかる時はかかる、うん、
そうだな。40名だからかかって20名かかるなんて、まあ、そういう考え方はどうなのか分かんないけど結局46でやったんですよ、うん、でいや確かにね、うん、5人いてもかかる時はかかるよ。そりゃだからステージ時間を短く、いつも1時間ぐらいやっちゃうんだけど、うん、1時間1時間で間換気してみたいなことでやって、だってステージはマスクしてないわけだから。いやそれもね、どうしようかって言ってでしょ、客にツバが行くわけだから、フェイスシールドにしようかっていう話になって、うん、俺しか喋んないから、うん、うちのメンバー3人はね、うん、だよね。だけど結局あの店長に言ったら、いやステージマスクしてるタレントさんいませんよって言われて。そうなんだよ、あそこに、ね、幕かけるのもおかしいし、やったの前タクトでしたでしょ、ライトが反射しちゃって、あ結局ね、今一番昨日も話したんだけど、マイクスタンドあるじゃん、このゴッパチシワじゃん、ここのスタンドのところにこういうふうに、あ確かにね、あのカバーすればいいんだ、そうやってるのもあるのよ、うん、あのライブで。だからマイクはここで、このところに透明のマウスシールドのでかいみたいなのをこういうふうにやって、まあ、クリアファイルでもいいんだけど、うん、こうやってそれがいいかも。そうすると喋っててもあのマイクは音が入るし、それだって兄貴のとこだけでいいんだから。そうそう、うん、そうか、まあ、いろいろ苦労して。いやだけど俺ね、やっぱこうやる側も見る側も気をつければ大丈夫だと思うんだよね。前ほらクラスターとかな、客席降りていっちゃって客と接触したりとか、それはもうだから今両だってそうやってやっていかなきゃ、俺たち客を集める仕事ってできないもん、これから、ね、純烈なんか大変だと思う。そうだな、スーパー銭湯でしょ、俺もああいうとこ昔営業したけど、 あれおばさまたちのアイドルになってたら行かないと。そうだよな、で一番またおばさまたちがコロナ怖がる世代だから、一番かかっちゃいけない世代だよね。それだからワールドワンズの島さんが言ってたのは、うん、あのお客さんのファン層が高いと、うん、それで、ね、90歳のね、あのファンの方からお手紙もらったんだって、うん、もう2つぐらいまで話したけど、うん、あの関東大震災、うん、東京大空襲、全部経験してるんですけど、そうか、今まででこんな怖いことは一回もなかった。あそうだろうな、だからいけない、申し訳ない。だけどね、俺もよく言う、あの本当疾患ある人と年寄りは気をつけろよ、うん、でも俺も年寄りなんだよ忘れてるでしょ一番映っちゃいけないんだよいやだけど本当に一言考えてるけど、よく考えたらやばい年齢なんだから。コロナがバーッといった時に、うん、あの飯食っててね、夕飯下の娘と3人も下行きない、かかったら先にパパが死ぬのよって言われてるいや若い子たちは治るから、下手したらかかって治ってかかったの気づいてない人もいると思う、今の状況。いやだから志村けんさんの時ショックだったよ。いやだから志村さんは一等最初にかかっちゃったから、今だったら治ってんのよ。だってさ、そんなもん絶対しばらく入院したら絶対治って帰ってくるのだと思うんですよ。岡井文香さんだってそうだったじゃん。だから俺たち舞台の稽古してる時にちょっとやばいなと思いながら稽古してたのよ。で志村さん亡くなっちゃったじゃない、うん、あこれダメだなと思って、もちろん飛んだけど舞台、うん、稽古してたのもずっと。え何の稽古？あのそのたくま、たくま高幸と一緒にあのなんか二人でこう泥棒の役ですごい面白いコメディだったんだけど、それ飛んじゃったのよ。だから今回たくま君やってるけどね、その半分にしてそれ見に行ったんだけど、でも楽屋にも行けない、悪くて。だから扉のところでたくま君と頑張ってよってあの柴田理恵と言って帰ってきた。今楽屋にも普通の人行っちゃいけないから。いやだから今全然何でもないんだけど、10月1日、うん、浅草の東洋館で、お笑い演芸館もう今やってるんでしょ。でもやってんだけど無観客でやったんだけど、無観客問題は昔の建物フランスだから、ああ楽屋がめっちゃくちゃ狭くて通路も狭いわけよ。ああそれで俺も怖くて、ああマネージャーに、ちょっとうちの兄貴ね結構神経質でめちゃくちゃ臆病だよね俺より臆病だよね。似てる。いや 俺は確かに気をつけるよ。したらカラオケ館をあのカラオケのそこで一人撮りましたってなったわけ、うん、ところが本番近くなったら俺が出発、なぜかって言ったらサンドウィッチマンもあのいろいろなおぼん・こぼんさんも出てて、中川家も来てた。そうすると2人やるときとかにフェイスシールド、その時はね やんなきゃいけないじゃん。今ね相方は良くなった。あそうなんだ。相方は漫才でもフェイスシールド良くなった。でも10月1日だから必ず両方映るよ。もしそうだったら、だから10月1日だから、うん、でこれやるわけ。そうするとセッティングに俺がどこで真ん中出てちゃうとこれを外したり出したりしなきゃいけないじゃん。そしたらエドさんは先頭で行ってくださいよ、ピン芸だから。あなるほど。でピン芸で行ったらそのまましして次からあの2人の漫才のコントがあんならここに立てる。なるほど。そうすると問題はピン芸だから早く帰りますって言うけど、
前のカラオケ館に行けないじゃん今度、うん、そうかしょうがないから、あの狭いところで衣装を変えて、うん、マスクしながら、うん、俺はまあマウスシールしかしないから、マスク嫌いだからさ、うん、ほんでパーッとやって、で無観客だよ、ナイツが横に見てたわけ、うん、7分でお願いしましたよ、もちろん無観客って面白いんだよ、自分では7分半ぐらいやったつもりで、うん、袖に引っ込んだらナイツの花君最長16分やってました。それはね、それは兄貴だからだよ。ありえない。俺はね、逆に無観客だとショートしちゃうもん。実は受けがあるとちょっと伸びるけど、無観客でつうんだよ。YouTube と同じでしゃべしゃべしてんじゃないの？ディレクターは後で笑い足しますって言うんだけど、一人しかいないから3人ぐらいしかいない。必要ように。あははは。笑いすぎる。ほんで昔のあの志村さんの番組とか一番笑ってたのディレクターだからね、あれ、わーって入ってんだあれもなんか照れくさい時あるよね。いやそれで、ね、帰るじゃない、通路狭いし、サンドイッチのなんて具合者してくれたりして、どんどんところはもうかかってんじゃないかと思うわけよ、うん、いつもは浅草行ったら昔のあの GS の仲間で、あの工藤さんって言うんだけど、波紋通りの地下の店でやってるカラオケスナック、行ったじゃん一回、あそこ行って歌うんだけど、後輩じゃん、後輩行かないよ普通。それであの寿司屋にも寄る、水着行って寿司屋なんだよ、そこもいつもちょっと寄って食べるんだけど、もうまっすぐ家に帰ってきてもうビビりいや俺もだってほんとね、さっきこの前見たら赤くなってバサバサになってるわけよ、手が。なんで？洗いすぎてだから今ワセリン塗ってから良くなった。ワセリン必ず塗んないと風呂入った時に痛いわけよ、ここは。であとね、指紋がね、指紋がツルツル、あのさ、これやりすぎて人のこと言えない、神経質じゃないか。いやいやいや、だって俺たちできるのはうがいとこれしかないから。でも俺もずっとルゴールでやって、濃いめでやってたから、この前あの、イソジンじゃないの、イソジン、だからこの前あの検査した胃と大腸の、その時にあの、あ、この咽頭にちょっと、あの危ないですからもう一回検査しましょうって言って、で大丈夫だったんだけど、俺は絶対濃いルゴールでうがいしてたからだと思う。消毒してだから手なんかほん指紋今ツルツル、元のツルツル、あのねアルコールがいけない、あれいろんなとこ店入るたびにやってて、家帰ってこうやって洗ってる。これじゃダメなんだって、これは男のやり方なんだって。あの これも女の人のやり方だから、まずアルコールシュッちゃうね、全部あれ、いやいや最後までやらなきゃいけない。そうなんです、これだ、これじゃなんか感じちゃうもん、あってすごいかわいいこれだいや、これをこうやってつけるじゃん、こういうふうに、うん、だからここをまずこうやって、そうか、いや、あと爪だよね。そう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 、それで俺はね、あの鼻やるよ、鼻、イソジンでお会いするんじゃん、うん、でまず原液入れて薄めるじゃん、うん、少し薄めたやつを小指突っ込んで、うん、はいよー、あ俺もやろう、はいよー、はいよー、結構やんのかって。それでその後でもうちょっと希釈して、そこまでは考えなかったな。でもうちょっと希釈して、あーって、30秒うがいしないと殺菌しないんで、まずは口をゆすいでからね。そうそうそう、でいや、あのウルゴールなんだっけ、思想人の場合はそこまでやんなくていいと思うんだよね。俺は30秒も、いや30秒うがいするって大変だよ、気持ちなんだよ。やり方の問題はガーじゃダメなんだよ。あーあーあーこういろんな音がして声帯を俺はね、わあ体顔を傾ける、ああそう両側行くから、ね、これだけだと一つだから、こうこれ大事よ。いやだからさ、なんでみんないろいろやってるけど、やれ神さんはどうなの？意外ともちろん手とあのうがいとあと検温、朝いつも検温してる。すごいね、検温すごい、おっしゃるんだよ、でも自分で分かるけどな、具合悪いと。そう、熱が出たら分かるよ。ただね、最近検温して分かったんだけど、朝 35.8 とか、え、35? いや、ね、低くない朝は。あ、違う、みんなに聞いたら、うん、年取ったらそうなんだって。養老院がみんな35度台ですって言われて、私も低い。あのね、年取ってくると低くなんだって。要するに調節ができなくなるし燃えなくなってくるし、でも体内温度が低いと免疫が下がるから、うん、上げた方がいい。いやいや、まあこんなね、今何分喋った？ちょっと何分？あ、もうこんな喋ってるわ。じゃあ俺これの辺で、いやいや、またあの何かあったら、あの締めとして、これどうすんだこれから、え、今後は予定は？だから今後は減ったくれもないんだよね。だからいただいた仕事を少ないけど、うん、気付きながらやっていくしかないっていう。一昨日もね、うん、あの人のうちに呼ばれて、
あの60名席すごい広い庭なんで、うん、野外やって今度そのうち40名を中に入れて、うん、パイプ椅子でカラオケハウスがあるような大きな家なんで、うん、ところがやっぱりもうみんなこう密もいいとこじゃない。でもそこでも仕事するしかないじゃん。いやそうなのよ。だから問題は俺が移すのか、いや俺がひょっとしたら無症状かもしれないじゃん、うん、いやありえない。この年齢だったら無症状はありえない。いや間違いなく出てくるどっかに。だからあの味がしなかったりとか、だから体が自分の体を敏感にしてるよな。過ごしてる。あれ、ね、あ大丈夫にあるなとかね、あるよね。もう本当にしてる。それはだからもうさっき言ったあの人にまず迷惑かけるじゃない。だからうちの下の娘は結構電車で行ったりしてるから、どうなのかな、平気で。あのワイルドだもんな娘結構彼氏とさ飯食って GoTo イートで飯食ってきましたみたいな、 GoTo トラブルでいいとこ行ってきましたみたいな。俺ねでも一番いけないのは、うん、酒飲むことだよ。俺だよ。友達じゃあ一人で飲むのはいいのよ、うん、酒飲みって友達と飲むと家どうでもよくなるんだよあれ。だから俺は一回も飲みに行ってない。まあいつもそうだけど一人で飲むなら全然問題ない。ただ人と行くと緩くなると思うんだよ絶対に。そうだね。お店の人には申し訳ないけど酒飲みに行く勇気がないね今。外食してる？外食全然してる。俺一回も行ってない。ただ混んでるとやめるぞこの店。俺ね、2,3,4,5,6,7,8,9,10 今まで一切外食してない。大変だね。下のは奥さん大変だね。お彼岸で青山餅行って、その時麻布行って一の八で長さがさらしたんです。それが半年ぶりぐらいの外食。あと近くに近くにねご夫婦でファンの方いて、結構ちゃんとした家でアパート4軒ぐらい経営してる。でそこに呼ばれてうちの身で4人ぐらいで3回やって、ね、そこまで外食って気使うかなって。もちろん混んでるとこは絶対行かないけど、うん、俺何軒かあって大体自分何個室だったり空いてたり、うん、そういうとこだったら全然問題ない。向こうも気使ってるから。いや気にくくいて叙々苑なんか個室だし、うん、全然そんな怖がる必要はない。ただ気をつけることは気をつけなきゃいけないけど、あんまり怖がることはない。やることさえやれば。ただ分かんないよこれから今ね、だんだんね重症化は減ってきてると思うんだから、年寄りと疾患のある人以外の若いやつに対してはあいつらウイルスって広めようと思うから、死なれたら困るから重症化はなくなってくるんだけど、年寄りとだから疾患だけだよね問題は。めっちゃ回答してる。めちゃくちゃね、疾患はちょっと性格的なもんだけだけど。まあ、ということでですね、今日はまたうちの兄貴と今度来て一緒に演奏したりしたいと思いますんで、どうもありがとうございました。またねー、ありがとうございました。